モザイクジャパンはワウワウの連続ドラマ W 枠で2014年5月18日から6月15日まで毎週日曜日の23時23時30分に放送されたテレビドラマ。完全オリジナルストーリーで脚本の坂本雄二による書き下ろし作品。アダルトビデオ制作プロダクションに乗っ取られた田舎町を舞台とした新しい形の社会派エンターテイメントドラマ。 ワウワウでは R15 指定相当と発表されている。ワウワウプロデューサー、岡野真紀子が脚本家、坂本裕二にオファーしたことで企画がスタート。ワウワウでしかできないこと、そしてテレビの番組作りの原点は、誰もが興味を持っているけれど、誰も知らないことを、誰でもが見られる場所にさらけ出すことという坂本の提案により、舞台がアダルト業界へと決定した。 単なるお仕事ドラマではなく、モザイクとは何か、モザイクの向こうに何があるのかがテーマとされている。全話でタッグを組むのは過去に坂本作品の演出経験があり、劇場映画、謝罪の王様などで知られる演出家、水田信夫。日本テレビ所属のままワウワウドラマを担当することとなる。中身を聞かずに坂本からのオファーを受けたが台本を読み、 演出家生活で初めて自信がないとスタッフに告白した。今回は感服を超えて驚愕だわ。こりゃ民放地上波ではできないわ。やると決めたわうワうもすごいわ、と無茶ぶりのほどを記者会見でも告白している。2014年12月3日、バップより全一巻で DVD が発売。 東京の証券会社をリストラされた常松ま氏が生まれ育った田舎町に帰郷すると、故郷はアダルト産業に飲み込まれた町と化していた。常松ま氏は両親の勧めで田舎町には不釣り合いな自社ビルを持つ企業ギャラクシーズに就職。しかし、その職場の女性たちは AV 女優であり、就業中もオフィス内やトイレなど至るところで絡みの撮影が行われていた。 一目惚れした、木内桃子もその一人。父母や祖父は、さして利益にならない農業よりも、モザイク消しの仕事に熱を入れ、中学時代の恩師や、同級生たちもが、AV 男優や女優へ転職し、田舎町全体が、AV 産業なしでは成り立たないありさま。気真面目な証券マンであった常祭り師は、葛藤しながらも、AV 業界に飲み込まれていく。コーポレートスローガンは、 一ステップ先の未来へ。田舎町、一万洋町にオフィスビルを構え、4階に GX 証券、3階に美容整形の GX ビューティー、太陽光発電の GX サンズ、2階に映像制作、流通、販売のギャラクシーズ、コムなどを収めるギャラクシーズグループを構築。現地採用にも積極的でアダルトで待ちおこしを試みる。世界に誇れる。 モザイクの向こうの美しい国づくりをする一大娯楽企業である。落花生が名物で、落花生の街としてマスコット、ラ・ピー君を用いるものの産業は衰退。予算削減で街頭が半分になる商店街やバス路線が廃されるなど過疎が深刻化していたが、ギャラクシーズグループの移転により活気が戻ってきた。ギャラクシーズグループのコーポレートマークやラ・ピー君による 時間は、犯罪ですの看板が至るところにある。ありがとうございます。